えー、はし、です。えっと、もう一本、あの、動画を撮っておこうと思うんです。えっと、それは、えー、死というものです。死。ね。あのー、私たちは、この、亡くなると、不幸。ね、えー。死んでしまうと、悲しい。うん。辛い。まあ、そういったような、なん、認識ですぐに、 言葉が発せられます。うん。つまり、言葉が出るということは心の中でそういう気持ちがあるからです。で、実はこれが洗脳だったんだっていうことに、えー、気がついてもらうことが大事だなというのがとても強いです、今。気持ちとして。私たちはもともと、えー、あの世が主。あの世っておかしいな。まあ、霊が主。 体が重という考え方のもと、えー、実は人間は肉体は滅んでも魂は死なない実は死ねないという言い方が正しいんですただ肉体がなくなっただけという考え方なんですつまりえっ、ー、とえー、まあこれ,これから天変地異でね何,何かがあってなくなるも,もしくは 10年、20年経って寿命が来て亡くなる。<laughs> ただそれだけです。死ぬ時期が1年後なのか、5年後なのか、10年後かのだけの話で、いずれ死ぬんです。肉体は。それを、なぜか私たちは怖がるんです。怖がる。で、その怖がることに対してね、ね、うん、今から、 生命保険かけてみたり、ね。うん。えー、なんか、それなりの準備だとか、そういう怖いからどうしようっていう思考が働くわけですが、これが洗脳だよっていうことなんです。どうやら。で、僕自身もこのことについては気がついてましたけれど、近藤さんの話を聞いてもそうでした。それから石井和俊さんの話を聞いてもそうでした。ね。うん。 つまり、もう、正しく、この世とあの世の仕組みをちゃんと理解さえすれば、いつ死んでも、ね、どってことないんです。どってことない。だから、いつ死んでもおかしくないんだから、今この瞬間を楽しもうねということの方が、全然フォーカスしやすいんです。ね。それから、 もう一つは、あの、僕ね、ある意味、あの、1年後にね、常識が変わる、2年後に何か、要する2025年の4月に何か,何かが、天平地が起きるっていろんなこと言われてます。だけど、かえって僕にとっては、それが楽しみで仕方ないんです。楽しみなんです。なぜって、期限が決められたんでしょあと1年なら1年。 あと一年半なら一年半わかんないけど、もしそれが現実だと、もしそれをその情報をそうだねって受け止めたとしたら、僕は嬉しいんです。楽しい。面白いんです。なぜって。いや、じゃあ、あとちょっとしかないんだったら、ね、好きなことしなきゃ損だよね。楽しいことをしなかったらつまんないよねって。そこに僕意識が向くんです。僕は。 かかりますかだけどあのほとんどの方はこういう期限を決めると不安になっちゃうんです。うん。恐れちゃうんです。うん。どうしよう。え、あとこんだけしかないの何が起きるのどうしとけばいいのもう全てが不安、不安、恐れ、恐れ。そこから何かをしよう。だからどうかしようってなっちゃうんです。これが こっかららしてみたら、ね、そういうその感情があるからそれを引き寄せちゃうよって言ってるんだけど <laughs> 不安だ不安だっていえば不安なことが現象として起きちゃうよって言ってるんですけどこの辺のこの簡単な言葉では簡単だけど魂の根底にこれをち だ違う、そんなことやったらダメな、その考え方をしたらその現象が自分に起きちゃいますよっていう、これが、なかなか伝わらない。<laughs> うん、まあ。ここが面白いね、人間ってね。うん。だからそこがね、あの、まあ、言葉、ね、怒られるかもしんないけど、<laughs> あえて言うけど。 滑稽だよ滑稽 <laughs> それからもう一つはもう自由に生きようって言ってるんです自由だから自由に生きるっていうことはやりたいことをやればいいんですやりたいことをやるこの時に私たちは必ず他人の目が気になるんですそして 何かやろうとする。何か言おうとすると、言葉が出ない。行動に移せないんです。なぜって。その根底には、A かっこ C があるからなんです。<laughs> かっこよく見せたい。ま、えのバカに、ばかの、ばかのようには見せ、あの、見られたくない。<laughs> ね。何かが働くんです、ここに。 感情に。だから言葉が出ない。ね。行動が移せないんです。で、これをやめようよ。やめようって言ってるんです。それが今回の悟りの行動のね、一,一丁目一番地なんです。だから、誰に何を言われてもどうでもいいんです。<laughs> バカだの、ちょんだの、あいつは変だの、ね、気が狂ったのって言われていいの、いいの。<laughs> それは三次元の低次元の思考に洗脳された人たちが言うセリフであって高次元から見たらそれはめちゃくちゃ楽しいことで面白いことで波動が高いことだったんです。<laughs> 地球人が見る常識と高次元の宇宙から見た、創造主から見たね、あのー、常識は真逆なの。真反対なんです。<laughs> だから、誰に何を言われても、あ、そうなの <laughs> 近藤幸次郎さんじゃないけど、あ、そうなの <laughs> いいいうぐらいなね他人に意識を向けない自分は自分ねで自分のやりたいことだけするねだけどそのじやりたいことの内容に人を不幸に陥れようとかさこういうことのために何でもやっていてこれはまたちょっと話は別だよそうではなくてみんなを助け合ってそして、えー サポートはするけれどもでも自分は自分あなたはあなたね、うん、そこにどうぞ好きなことやってくださいあそういう考えがあるんですね素晴らしいですねだけど私はこうなんですただそれだけ <laughs> ただそれだけで大きなねマクロの視点から見たらこの地球ね地球大変革ゲームを どれだけみんなで、ね、このゲームを楽しめるか、ねうん、そしていかにこれをオセロをひっくり返せるか、ねうん、しつき真珠の世界で言えば一輪の仕組みです一輪の仕組み、ね、大どんで,んがいしです <laughs> これを楽しめるかだけなんですだからとにかく私たちはサザレ石です 全員が違ってていいんです、ね。顔の顔形も違う、性格も違う、考えてることも違う、やりたいことも違う。全員が違うんだから、違ったことを全員がやってていいんです。いいの。しかしまとまるときにはまとまればいいんです。ね、肝心要のときだけは。ね。という。 こういう自由さでみんなが生きていく。その時の骨太が先進、そして御玉磨きなんです。<laughs> ね、絶対にご法度言っちゃいけないというゲームなんです。ゲーム。妬み、曽み、羨み呪、呪い、怒り、不平、不満。ね 疑い迷い、咎めの心、イライラする心、せかせかする心、卑屈な心、心配心、こういった心を起こしてはならない。という地球ゲームなの。ゲーム。<laughs> ね。ということで、これだけやってれば、ね。人生は楽しい、面白い。ね。<laughs> 以上です。ビョロロローン。<laughs> <laughs>